立浪監督、走塁ミスの村松に素晴らしい苦言を呈す。同点機を潰す形となり、反撃ムードはしぼんだ。立浪監督は試合後、川越はもう本当によく打ったと思うと評価。その上で、その後の村松の走塁が流れを途絶えさせてしまった。なぜそういうことが起こるのか、これはコーチがどうこういう問題ではなく、自分の目の前で見えるだけなので、状況がね、教わるとかそういう問題ではないので、非常に痛いミスになった。ずっと野球をやってきている中で、ずっと同じこと、高校野球でも、中学の野球でも、一緒のことだと思う。ああいうミスをしていたら、レギュラーを取っていけない、と厳しかった。中日はレベル低いんよ、だからミスとは呼べん。上に立つ者の言葉じゃないな、ほんま終わってるわこいつ。それを教育するのが仕事でしょうよ。監督としてそれを使った責任を感じろよ。そんなレベルなら練習からわかるやろ。阿部がいたらとっくに去年封印したセカンド阿部にしてると思う。それぐらい村松も福永もひどい。さっき NHK のプロ野球結果見てたら、 NHK は広島のレフト大森がよく見ていたと大森を褒めて、村松は攻めてなかったで。というかセーフだったような、アレスが早かったわ。ああ、これは懲罰トレードですわ。さすがに少年野球レベルのミス見せられたらプロの監督はこう言うしかないよ。何でもかんでも立浪が悪いわけじゃない。ご視聴ありがとうございました。